はい、前回の続きでございますね。お金を食べて株を買って買収しようかなと思っておりますけどね。これはまあやってるんだけどね、いいんだよ。交渉してる。ここに整備工場を作っちゃおうかな。列車が消えちゃったね。私があなたの会社を買収せざるを得なくなるまでそのままお続けになって。ベル、75%、 75%。 会社にちょっと問題があるようですわ。あなたの研究所から素晴らしいものを持ち帰りましたわ。
77%。先が長い。あらあら、問題を抱えている列車がありますわ。ご心配なさらずに、タブロイド紙なんて誰も興味ありませんわ。やれや。私なら口論する従業員はお仕置き部屋へ閉じ込めちゃいますわ。悲しまないで、全てに勝つことは不可能ですのよ。81%。私のスパイがあなたの研究部署を調査しましたわ。お気を悪くされないでね。感謝の整備にもっと気を払った方がよくってよ。
これはいいや。ニューヨークか。機関車の整備にもっと気を払った方がよくってよ。ニューヨークとトレド。ああ、間違えた。くそ野郎だ。あらあら、機関車にちょっと問題があるようですわ。接続ボーナス。小さい金色かな。ああ、でもこっちに野菜があるからね。これ大きい現象。あなた、私に勝てるとは思っていなかったでしょう。知らないよ、そんなことは。
ちに薪あるんだよ。これで閉じようか。あらあら、機関車にちょっと問題があるようですわ。ニューヨークはまだ行ってなかったかな。ここによってここによってここによって行く。から、ここによってここによってあこからこっち行ってニューヨークまで行って戻って行ってからここまで行って戻っていく。ここからここに行ってここに行ってここに行って戻る。これ一番上に戻しちゃってでこっからねここに行って。なあ、これでいいや。お金がある。91%。92%。92%。93%。
あらあら、機関車にちょっと問題があるようですわ。95%。機関車の整備にもっと気を払った方がよくってよ。あともうちょい。人の扱いには気をつけることね。これはもう約束ではなくて脅迫よ。評価どうなってるかな。会長まで行きました。じゃあちょっと今回ここで終了、続きやりますよ。